UAE 滞在中のサッカー現地の小松です。いよいよアジアカップ日本代表の初戦トルクメニスタン戦の当日が来ました。私は今試合会場のアルナーヤンスタジアムに、来ております。今試合開始大体2時間半ぐらい前なんですけど、日差しが結構やっぱり強くてですね、試合をやるにはちょっと暑いかなと、今の時間帯ですけどね、という風になっております。湿度はそんなにないんで、まあ、その点はいいと思うんですけれども、でもう少しこの後、キックオフ時間が近づくにつれて西日になってきて、どれぐらい暑さが和らいでくれるかなというような形になっております。日本のサポーターの方も引き出しておりまして、横断幕とか、そういったところ準備している方もいらっしゃいますし、僕らも来る途中に声をかけていただいて、まあ、勝ちましょうというような話をしました。とにかく大事な初戦なので、どんな形でもいいので、まずは早めに先制点を取って楽に試合を進めて勝利を収めてほしいなと思っております。では試合の方に行きましょう。ということで、アジアカップ日本代表初戦トルクメニスタン戦が、終了いたしました。結果は3対2、日本が勝利しましたが、先制点を取られる苦しい展開となり、後半の3点で逆転をしましたが、最後また1点を取られて、結局 1点差の勝利という形になりました。 FIFA ランク上はだいぶ格下の相手、120位台ですかね、はい、の相手というふうになっていましたが、こういった大会の難しさっていうのがよく表れた試合になったのかなと思います。試合自体は暑い中のコンディションで行われましたが、まあ、暑いっていうのはトルクメニスタンの選手たちも全く同じ条件になるので、そこは言い訳というか理由にはならないと思います。前半日本はかなり動きが悪くですね、攻守の切り替えであったりとか、球際のところ1対1エアバトル、かなりトルクメニスタンの選手たちにやられていた部分がありました。まあ、そこでハーフタイムで修正をかけて、少し横に広く縦に広くというような形で崩す、ロングボールもちょっと織り交ぜつつ、サイドチェンジも織り交ぜつつというような内容で、まあ、大迫選手の2ゴール、そして堂安選手の1ゴールで3得点を取って勝利したというような形になります。選手たちはいろいろ試合を振り返って、当然難しい試合だったということは言っています。吉田選手は果たしてこういった大会を、まあ、勝つという決意と覚悟が あったのかというのを自問自答しなきゃいけない、試合になりましたというようなことをおっしゃってましたし、原口選手は、まあ、自分たちの、まあ、サッカーにちょっと固執をしてしまった、特に前半だったというようなことも言っています。この話は多分まさにその通りで、前半ちょっと綺麗にやりすぎてしまったのかなと思います。短期決戦は泥臭い、戦いをしていくことも大事ですし、相手のコンディションがいきなりそこの、ね、試合にだけ非常にいいっていうことも考えられますし、日本はやっぱり、いろいろなチームの挑戦を受ける立場にある1チームですので、アジアの中ではそういったところいい糧になる試合になったでしょうし、してほしいなと思っております。まあ、気になるのは冨安選手がボランチで先発になりました。まあ、ただちょっと柴崎選手とコンビを組んでっていうところだったんですけど、動きがなかなか少なくて、まあ、逆に言うと前半が特にそうだったんですけど、前線が肩になるというか、前の方でちょっと中の方で詰まってしまって、前線4人がちょっと動きが少なかったのかなと思います。冨安選手も決して前に出ていくタイプではないですし、柴崎選手もまあボールを散らすっていうところに徹していた感はあったので、そこでちょっと前線の停滞感があって、こ うまく崩せなかったのかなというふうに思います。後半はロングボールを対応して裏を取れたりもしたので、そこの崩しがまあ反応ったのかなというふうに思います。対戦相手のトルクメニスタンなんですけど、情報がない中でのプレーをまあ僕らも見たのがまあほぼ初めてみたいなところだったんですけど、非常にいいチームでフィジカルがあって、戦う気持ちも示していましたし、両ワイドにいたアマノフとミンガソフ、この2選手が非常にキレのあるプレーを見せていました。そして、19番のアタエフ、中盤の位置に、中央にいたんですけれども、この選手も非常に選手数を感じる、選手でした。トルクメニスタンのチームも、国内チームは今年の AFC カップ、まあ、ACL の下部大会ですね、では決勝に進んでいるチームもあったりするというようなところで、そこの選手たちもたくさん代表にいるようなチームだったので、非常にいいチームだったなと思います。次戦オマーン戦になります。グループは基本的には6グループアジア大会ありまして、3位の中での上位4チームも決勝トーナメントに行くというようなレギュレーションになるので、まあ、一勝を手にしたことは、まあ、決勝トーナメント進出にはかなり、もうほぼほぼ確定なんですけれども、当然1位通過を狙うというところは
もちろんね、今後の組み合わせ、戦い方、会場など考えながら抜けは考えていかなきゃいけないんですけども、2連勝して早々にまず突破を決めて自分たちが有利な状況で、第3戦ウズベキスタン戦に臨んでほしいなと思っておりますので、この試合をいい教訓として、選手のみんな、監督も含め言っておりますので、そういった結果が現れることを次戦に期待したいと思います。日本代表はまた明日からトレーニング再開いたします。明日はおそらく、クールダウンというか、今日出なかった選手たちのトレーニングが中心になって、今日出た選手たちはコンディション調整の日になると思います。日本代表は次戦、13日にオマーンとアブダビの、ザイドスポーツシティで対戦となります。我々も引き続き、追いかけていきますし、UAE の情報もいろいろお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録まだの方はしていただいて情報をチェックしていただければと思います。はい、そして試合後なんですけど、アブダビに住んでいるという日本人ご家族にちょっとお話を聞く機会があったので、ちょっとその様子をぜひご覧いただければと思います。僕は佐々木はじめです。これを持って試合を見ました。ルアン選手です。最後まで諦めないで粘ってたところ。こちらに転勤で1年半ほど住んでいる佐々木恵美です。で、息子の佐々木歩です。最初に予選を譲られてしまった時には、後半勝負で頑張ってくれるといいなと思って、その期待通りに、点を入れてくれたのですごい嬉しかったです。私自身が2002年の日韓ワールドカップでボランティアをしていたので、この転勤のアブダビでぜひ日本代表の試合が見たいなとずっと思っていたので、見れてすごい良かったです。ワールドカップのボランティアの仲間と一緒に LINE で入れたよとかを報告し合いながら楽しく見させてもらいました。アブダビは日本人がちょっと少なめではあるんですけれども、声を枯らすぐらいみんなで日本人学校のお友達と日本人のここに仕事で来ている駐在員とみんなで応援するので、13日と17日の試合も頑張ってください。応援に行きます。